ただいまより本日の第3試合、西日本学生大学、大阪工業大学ラウティーズ対京都フィッツ大学ワイバーンズの試合を行います。工業大学は後半を中止。ゲームは大阪工業大学はキック、京都フィッツ大学はレシーブで試合が開始。Oh, my God.
ここで反手袋焼けがさらに進む。グローブ焼けるわけです。かなりさ、インターセプトです。タッチダウンです。京都府立大学1番西口隆二カウンタープレーで約31ヤードを走り切りタッチダウン。7点を追加、合計14点です。
ありがとう。ありがとう。3番後藤啓太からワイドレシーバー8番村上壮太への約43ヤードのタッチダウンパスが成功。京都府立大学第3クォーター遠藤存在なので政府
すぎる。試合終了です。